皆さん、こんにちは。朝の時間帯にドリンクを注文すると、無料でトースト、ゆで卵、サラダなどがつくモーニングサービスがあります。朝だけじゃなくて一日中、無料でモーニングサービスを提供しているお店もあります。一部追加料金が必要なお店もありますが、私はドリンク代のみで、無料で提供されるモーニングにこだわって YouTube に投稿しています。今日は、岐阜県羽島市竹花町のコーヒーショップ、みゆきにお邪魔します。モーニングは、午前7時から営業しています。モーニングサービスは愛知県一宮市が発祥の地と言われています。モーニングの起源は昭和30年代前半、朝のサービスとしてコーヒーにゆで卵とピーナッツをつけたのが始まりです。ゆで卵とピーナッツから始まったモーニングが、今はモーニング文化が根付き、トースト、茶碗蒸し、ゆで卵、サラダなどが提供されるようになりました。これからお邪魔するお店、どんなモーニングに会えるかな。まもなく左方向です。この先、実際の交通規制や道幅に注意して走行。これからお邪魔するコーヒーショップ、みゆきは矢印の先です。駐車場は、お店の前に広い駐車場があります。ここに貼ってある営業時間は年末年始の営業時間ですが、これを見てると営業時間は午前7時から午後5時までみたいです。このお店は元旦も休まず営業していたんですね。今日も平日なのにお客さんでにぎわってるので、きっとお正月はすごく混んでいたと思います。お店は明るくて感じのいいお店です。ドリンク代のみで無料で提供されるモーニングサービスは A から D までの4種類ありますが、4種類とも4品ついています。トーストが違うだけで、ゆで卵、サラダ、果物は4種類とも同じようについています。 A は小倉とマーガリン、 B はジャムとマーガリン、 C はマーガリン、D は菓子パンの4種類のモーニングがあります。モーニングは小倉トースト、ドリンクはホットコーヒーとホットミルクティーをお願いしました。ホットコーヒー、ホットミルクティー、どちらも430円でしたので、モーニングはドリンク代のみの430円です。ドリンク代のみの430円で、半分に切ったバタートーストが2枚、オグラーン、ゆで卵、サラダ、オレンジの6品がついています。これからどんなモーニングセットなのか、皆さんと一緒に詳しく見ていきます。よろしくお願いします。まず最初にトーストから見ていきます。そのトーストの一つにオグラーンが山盛りに乗せてあります。私は甘党なのでオグラーン大好きです。余談ですが、粒あんのおまんじゅうには目がありません。小倉トーストの発祥の地は名古屋市の栄地区みたいです。1921年大正10年頃、バタートーストをぜんざいに浸して食べるのを見た店主が、トーストにあんを乗せた小倉トーストを考案したみたいです。小倉トーストは数多くある名古屋飯の中でも、独特の喫茶店文化やモーニングを象徴する小倉トーストは、観光などで訪れた際には必ず食べたい名物グルメみたいです。あ、今回初めて名古屋飯という言葉を聞く人のために少し説明させてもらいます。私も以前は知りませんでしたが、愛知県や名古屋市などが構成する名古屋飯普及促進協議会があります。名古屋飯普及促進協議会は1億人の名古屋飯総選挙2022の結果を発表しました。1位ひつまぶし、2位味噌カツ、3位手羽先、4位味噌煮込みうどん、5位天むす、6位小倉トースト、7位モーニング、8位名古屋コーチン、9位きしめん、10位エビフライでした。小倉トーストは名古屋に来たら食べたい、または食べてみたい名古屋飯の中に小倉トーストが入ってるので、小倉トーストの人気の高さがわかります。私はまさか名古屋飯にモーニングが入ってるなんて思ってもいませんでした。
パンのルーツですが、今から8000年から6000年ほど前、古代メソポタミアでは小麦粉を水でこねて焼いただけのものを食べていました。これがパンの原型とされています。その後、小麦栽培とパン作りは古代エジプトへ伝わり、偶然によって発酵パンが誕生しました。日本へ本格的な西洋風のパンが伝来したのは1543年、種子島に漂着したポルトガル人によって鉄砲とともにもたらされました。その6年後、フランシスコ・ザビエルらキリスト教宣教師が日本へやってきて布教活動を始めると、キリストの肉とされるパンも全国へ広まっていきました。中でも南蛮貿易で栄えた肥前の平戸や長崎ではパン作りが盛んに行われるようになりました。米を主食とする日本ではパンはあくまでも来日する外国人のためのものであり、日本人の間にはパン食はなかなか根付きませんでした。その後、江戸時代に幕府は鎖国政策を打ち出し、キリスト教や外国との交易は禁止されてしまいました。それからというもの、江戸時代が終わるまでパン作りは唯一海外へ開かれていた長崎の出島のみでした。次はサラダです。サラダにはコーン、人参、キャベツが入っています。またドレッシングにはごまドレッシングが使われています。ごまドレッシングはサラダだけではなく、さまざまな料理で使える万能ドレッシングです。炒め物や煮物をはじめ、肉や魚、乳製品などどんな食材にも合わせやすくて美味しいですね。家庭に1本あるだけでレシピの幅がぐーんと広がります。またクレオパトラも愛していたと言われるごまには、美容効果で期待されているごまリグナンなど良質な栄養成分も豊富みたいです。サラダに使われているドレッシングですが、ドレッシングの語源はパーティーなどで着るドレスから来ています。つまりドレッシングは野菜にかけて野菜を着飾るというおしゃれな意味があるのです。次はゆで卵です。ゆで卵は完全栄養食品と呼ばれるほど栄養価が高く、特にタンパク質、脂質、ビタミン A、D、B 群を多く含みます。そしてゆで卵は低糖質、高タンパクな食品なので、ダイエット中や筋力アップを望む方におすすめみたいです。卵を食べたいけどコレステロールが心配、コレステロールが心配だから卵は1日1個しか食べられないという話をよく聞きます。しかし卵を食べるとコレステロール値が上昇するという説は1900年代初頭にロシアで行われた実験から生まれた誤解みたいです。最近の実験でも普段の食事以外に1日に卵を3個ずつ、しかも2週間食べ続けてもらった結果、コレステロール値を測ってみるとほとんど変化はありませんでした。また卵にはコレステロールの上昇を抑えるシスチンやレシチンも含まれています。コレステロールそのものは人間の体になくてはならないもの。健康な人なら卵を1日1個以上食べてもコレステロールをあまり気にする必要はありません。厚生労働省が制定している日本人の食事摂取基準2015年版では、コレステロールの摂取量が直接血中コレステロール値に反映されるわけではないという判断から基準値が撤廃されました。卵の殻の色には白色と茶色があり、それぞれ白玉、赤玉と呼ばれています。赤玉の方がお値段が高いこともあり、栄養価も高そうなイメージですが、この両者の栄養成分に違いはありません。こだわるべきは殻の色ではなく飼育方法と飼料というわけです。殻の色は鶏の種類の違いで、一説には赤玉を産む鶏の方が産卵率が低い上に体格が大きく、餌をたくさん食べるので費用がかかるから値段が高くなるとも言われていますが、最近は品種改良も進み一概には言えないみたいです。自然派の卵は茶色の殻であることがほとんどですが、その理由は茶色の卵を産む鶏の種類が穏やかで飼いやすい品種である、気性が荒いと平飼いや放し飼いが難しいので環境の変化に強く、病気やストレスに強い品種が選ばれるみたいです。画面を少し動かします。次はホットコーヒーです。コーヒーの発見には2つの大きな伝説があります。1つは6世紀のエチオピア起源説、もう1つは
13世紀のアラビア紀元節です。年代的には差はあるものの、どちらもオラの国が最初だと言わんばかりです。その一つ、エチオピア紀元節によると、エチオピアのアビシニア高原で発見され、その後アラビア半島に運ばれました。そこで栽培されたコーヒーのことをアラビアから取ってアラビカ種と呼ばれ始めたと言われています。コーヒー豆の種類は主に2つあります。それはアラビカ種とロブスター種です。左がアラビカ種の豆、右がロブスター種の豆です。見た目の特徴として、アラビカ種は縦長で粒も大きくふっくらとしています。一方ロブスター種は小さくてコロンとした、全体的に丸っこい外観をしています。アラビカ種は酸味や香りに優れており、高品質なコーヒーとして人気があります。しかし栽培が難しく、病気や害虫に弱いという欠点もあります。ロブスター種は苦味やコクが強く、安価で大量生産されています。しかし品質や風味に劣るという評価もあります。一般的にはアラビカ種とロブスター種をブレンドしてバランスの良いコーヒーを作ることが多いみたいです。アラビカ種は世界で生産されるコーヒー豆の約 60%、 ロブスター種は世界で生産されるコーヒー豆の約 40% を占めています。ロブスター種はアラビカ種に次ぐ生産量です。焙煎度合いによってもコーヒーの味は変わってきます。浅煎りは酸味が強く、甘みやフルーティーさが感じられます。中煎りは酸味と苦味のバランスが良く、コーヒー本来の風味が楽しめます。深煎りは苦味やコクが強く、香ばしさや焦げ目の風味があります。コーヒーには香りや味だけでなく、健康や美容にも良い効果があると言われています。画面を少し動かします。次はオレンジです。オレンジは2個ありますが、このオレンジは2人分です。オレンジはビタミン C や食物繊維、カリウムなどの成分を含んでいます。ビタミン C には抗酸化作用があり、老化や病気の元になる活性酸素を除去します。オレンジは柑橘類の中では世界で一番生産量の多いフルーツです。日本に輸入される果実の中でもバナナ、グレープフルーツに次いで第3位の実績を誇っています。そのまま食べたりサラダに付け合わせたり、バリエーションも様々です。一年中食べられる点で日本人にとっても最も身近な柑橘類の一つとなったみたいです。ドリンク代のみの430円でトーストが2枚、オグラーン、野菜サラダ、ゆで卵、オレンジの6品がついています。私はお値打ちモーニングだと思います。また食べるときに詳しく説明しますので、よろしくお願いします。半分に切ったトーストが2枚あります。そのトーストの一つにオグラーンが山盛りに乗せてあります。私は甘党なのでオグラーン大好きです。余談ですが、粒あんのお饅頭には目がありません。トーストが2枚は嬉しいサービスですよね。またトーストが2枚は何か得をした感じです。この小倉トーストはふわふわの美味しい小倉トーストです。サラダにはコーン、人参、キャベツが入っています。またドレッシングにはごまドレッシングが使われています。野菜はビタミンやミネラル、食物繊維を多く含んでいます。多くの研究で野菜を多く食べる人は脳卒中や心臓病、ある種のがんにかかる確率が低いという結果が出ています。卵の値段はもう戻らないと専門家が言っています。例年にない高値が続く卵、いつかは下がると多くの消費者は願っていますが、そうならない事情があるみたいです。卵の価格の高騰は鳥インフルエンザの感染拡大による供給量の減少などの原因もありますが、一番の要因は鶏の餌代の高騰です。養鶏業者が卵を生産するコストの約6割は餌代であり、トウモロコシは餌代の5から6割を占めます。鶏の飼育波数を減らしたり廃業したりする業者も出てるみたいです。オレンジはビタミン C や食物繊維、
カリウムなどの成分を含んでいます。ビタミン C には抗酸化作用があり、老化や病気の元になる活性酸素を除去します。皆さん、今回のモーニングはどうでしたか？ドリンク代のみの430円でトーストが2枚、オグラーン、野菜サラダ、ゆで卵、オレンジの6品がついています。私はお値打ちモーニングだと思います。皆さん、最後まで見ていただいてありがとうございます。次回はどんなモーニングに会えるかな、楽しみですね。これからもドリンク代のみのモーニングにこだわって YouTube に投稿していきたいと思っています。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。